今回は本日から始まります。した？このかぐや様コラボの藤原初期使っていこうと思います。性能に関しては、まあ、降臨キャラ無料で手に入れられるキャラなんですけど、アップポジションキラーは素浴びで持ってて、まあ、友情コンボにもこのキラーを乗ってくるし、殴りにも乗ってくる。まあ、一番やべえのは、やっぱり、SS の自強化もするし、壁ダーンも持ってる。これが、SS 短縮も合わせて使えるっていうのが、一番すげえんじゃないかな。まあ、降臨で壁ドン持ってるやつなんて、確か、なんか神獣の聖域っていう、お情けコンテンツぐらいしかなかったはずなんで、まあ、これ、かなり強そうな気がする。なんで今回これ蓬莱で使っていこうと思います。で、今この動画撮ってるのが、今朝の5時27分ですね。いや、別に私これね、朝起きて、この藤原初期の使ってみた動画を撮るために起きてたわけじゃないんですよ。ついさっきまで、私、かぐや様アニメの、今3期をちょうど見終わったところだったんですよね。まあ、本当はアニメ全部見終わって、ファーストキスは終わらないまで見てから、いろいろ動画撮っていこうかなと思ったんですけど、いや、3期のアニメ見ちゃって、盛り上がってしちゃうわ。この使ってみた動画。なんで今回これやっていこうと思います。で、アップポジションキラーだから、比較的蓬莱って上にいることが多いんで、そうよね。ボス2以外は多分アップポジションキラー刺さるはずだから、結構使えると思うんですよね。まあ、あとは壁ダーンも持ってるし、あ、ちなみに壁ダーンっていう、この SS、結構モンストで言われてるけど、私が名付けた。嘘ね。これ信じちゃいけねえから。そしたら、まあ、横間で上がってって友情コンボも使っときます。はい。で、一応これ、ウォールムービングバレットの使い方みたいな講座しなくていいよね。多分。そこまで、いや多分みんなまともにきっと使えるでしょ。まあ、一応友情コンボはこうやって縦に打つと、こうやって、まあ、ダンクみたいなものかな。ダンクプラス、壁に沿って色々動いていきますよ、みたいな感じなんですよね。だから壁に沿って、そのまま一番近い敵に向かって、こう、友情コンボが飛んでいくみたいな。だいぶ。あれこれ大丈夫か？回復系のアビリティ何も持ってねえから、あれこれ、いや、大丈夫だよ。これはいける、これはいける。ここでバウンドして、この間に挟まる、しかまる、ワートリコラボすればいいから、はい。よし！で、友情コンボで倒すと。危ねえ！なんとかなりましたと。え、なんでちょっと結局ね、いや、本当はだからそういう3期をしっかり全部見て、アニメの内容をちゃんと把握してからこういうの。やっぱ私は動画撮りたいなんですけど、いや、ちょっと3期のあれを見たら盛り上がっちゃったわ。まあ、知らない人は何言ってるかわかんないけど、まあ、ネタバレにならない範囲で言うと、内容としては、なんかすごかった。いや、これにつきますね。そしたら、とりあえず2手友情コンボ使えば割といけることは分かったから、ほい。これで友情コンボ使って、よし、OK、倒していきますと。で、こっちもゲージはだからブロックで合ってるよね。ブロックと短縮か。だからここでブロックで戻ってきて、殴り倒す、OK。友情コンボ強っ。なんか、最近なんか蓬莱で全然攻略しないですね、みたいな。なんか艦隊攻略しないですね、みたいな。これコメント欄でちょこちょこ言われるんですけど、昔の私を知ってる人から。いや、こうなっちゃうんですよね。もう降臨で、やっと、なんか、まともな戦いになるかなくらいなんで、もうガチャゲン使っちゃうともうあれだから、いや、なかなかね、この、いい感じに戦える機会っていうのがあんまりないんですよね。まあ、これもだから、友情コンボ出して、ぷよ処理するでしょ。いや、懐かしい、これ。昔の私知ってる人だと。いや、すごい懐かしい立ち回りしてるみたいなこと思うんじゃないのかな。あとは、まあ、とりあえず、右側だけはなぜか知んないけど、毎ターン毎ターン、これ、ぷよが、蘇生してきたぷよダメージを展開してくるっていう謎の仕様を持ってるんで、はいはいはい。まあ、これで大丈夫かな。で、透明化して、まあ、あとは横間で下がっていけば、ぷよ処理とかもできるし、問題ない。オッケー。ほい。いや、もう今私のテンションはもう徹夜明けでめちゃめちゃハイになってる。っていうか、私この後の動画撮ってから動画作って出すでしょ。この後私、ファーストキスは終わらないを見てから、一回寝るから。で、12時のガチャ動画迎えるっていうね。そしたら、まあ、これは多分適当に友情ぶっぱしてればなんとかなるでしょ。ほいほいほい。いや、でもどうなんだろう。私3期のアニメ見て思ったんですけど、あれでもう完結じゃないですか？あとやることそんなにある？なんか、消化試合ぐらいしか残ってなくない？あれ漫画が今何巻まであるのかわかんないけど。いや、本当は、アニメも見て、漫画も全部見て、もう原作完結してるしね。だからそこまで全部知ってから、いや、やりたかったけど、ちょっと、一日頑張っただけでそこまでの時間取れなかったわ。あ、ちなみに私これ、使ってみた動画とか何も知らないし、見てないし、あと、SS の倍率の検証とかもしないから、どういう演出になるかわかんないんですよね。
まあバトルものじゃないから、なんかすごい演出を多分叩き出すわけじゃないと思うんですけど、でもラブライブとかもちゃんとなんかその SS の前に演出とかは使ってるから、何かしらはやってくると思うんですよね。これどうすかな。2手で一気に攻めるか、いやこれは攻めちゃっていいか。まあ、最悪壁ダーンがあるから、あーいらん、これは壁ダーンいらんわ。でこれ普通に縦勘で多分削って殴りに行ける。はい、だと HP をちょっとずら、いやこれいけるか、これいけるかな。これこれ、いやどうだこれ。いや私が言ってるのはこれちょっとそのまま、いや乗ってねーこれ。いやどうだこれ、縦勘で縦勘でいけるかな。縦勘でこれ貫通パネル拾ってプヨ両方処理する。よし、友情コンボで、よし、オッケー。いや、これができたらもう安心だわ。あとは、とりあえず上倒すでしょ。で、壁ダーンはちゃんと、砲雷の右側でしっかりしないといけないから、はいはいはい。あ、ちなみに砲雷の誕生日は、これ1月1日っていう設定があるんですけど、かぐや様と一緒ね。あ、やべ。あ、やべこれ。あれこれやばくね、あれこれ。え、あれあれこれ、あれ、いや、薄い縦感で多分なんとかなるでしょ。縦カーンで右にずれてく、で友情コンボで、あでも弱点で当たったら一瞬で削り切れるな。だからこれ2ターン耐えきれれば OK。 あー耐えきれる耐えきれる。だからこれ置いとく、よし OK。 で HP が横カーンで、いやーこれハート取っても死ぬでしょ。いやこれ初期いけるレベルかこれ。これ初期の SS 使ったら藤原初期の SS で倒しきれれば、ちなみにこれゲージ決めないと、あー倍率保持とか何も持ってないね。で、倍率保持じゃない、アップポジションキラーはちゃんと乗ってる。いや、これ入れ番しそうで怖え。はい。どんな感じ、うわぁ、おぉ、もう私アニメ見てるから全てを網羅してるからね、今のところは。で、これはもう、いや、これ、いや、でもどうすかな ?1 手目と2手目のどっちで、ドーン代をするか。どうだこれ、配置的にどうなんだこれ、次の1手で、決めた方が、私多分いい気がする。砲雷の怒り倍率も乗るしね。なので、これは一回逃げます。はい。逃げられねえ。いや、これは、壁ダーンで、なんとかするでしょ、はい。いや、でも2発残しといて大丈夫かなこれ。あ、やっぱちょっと今のはなしで。やっぱり、砲雷やるときは、ボスのゲージ飛ばしちゃいけない。やっぱこの飛ばしてやっちゃうのは、やっぱその攻略するにあたって、その愛はないと思うんですよね。だから私は真実の愛を。はい。やります。なのでこれやっていこうかな。で、とりあえずこれ挟まっといて、プヨ処理するでしょ。ここで、で、プヨは絶対処理して、うまいこと、友情コンボで、これ倒す。よし、OK。あれこれまたさ、あれさ、あれこれさ、あれこれさ、あれこれさっきと同じ流れのような気がする。いや、ちょっとこれはなしで、ちょっとこれはなしで。なんか私これ、全く同じことになるような予感しかしない。はい。なんで、チョッパーでちょっと回復入れときます。頼む頼む、よし、OK。多分これ普通に SS、おおねえ、これ絶対 SS 使ってたら終わってたやつやん。まあ、ラスギは、砲雷 SS 全部使えるからすごい余裕なんじゃないのかねと思います。あ、これハートもちょっと回収しとこうかな。なので、ハートちゃんと取っといて、はい。まあ、あとは多分友情コンボしっかりやっとけば、よしよし、これで OK。 あとは、砲雷の頭壁ダーンね。それ成功させれば多分いける。まあ、これは、とりあえずもう、なんもできる気がしないから、そうね、これちょっと配置良くないわ。頭の壁ダウンしないといけないから、ちょっと雑魚全部とりあえず処理しておきたいね。まあ、横勘で下がってって、友情コンボも使っとく。これとりあえずこっち。で、友情コンボで、よし、OK。よし、OK。軽く削れたと。あ、もうすげえいい感じ。あとはじゃあ、これで、縦勘で、縦勘で、友情コンボもちょっと軽く出しつつ、で、砲雷は軽く削れるけど、あーもうこれ、理想の位置だわ。もうこれ、砲雷次回ってきた時に一巡、浦島倒しておいて、それまでに、だからもうやっとけばいいってことで、もうこれ、壁ダーン連続するだけで。はい。
でも倍率低そうだね、これ。でもこれあれだね。やっぱ、他の壁ドンと違って、スピードアップの効果が乗ってるっていうのが、これすごい、でかいと思うわ。ていうか、これなかったらマジで足遅いもんね、壁ダーンって。なので、だから多分これ上行って下戻ってこれるんじゃない?だからこれで、ほら、いけるいける、全然いける。お、倒せる倒せる、全然いける。で、これ倒して、だから次のターンね、次のハート。終わった。あはは、蓬莱壁ダーン作戦。あれ失敗しちゃったんですけど。私なんか間違えちゃったっけ。まあいいや、とりあえずこれはまあ。はい。これ原作知らない人からしたらマジで、何言ってんのこいつってなんないかな。あまあこれはもうちょっと私言うぞ。とりあえずこれで、もうこれ完璧。もうこれ、壁ダーン成功させて。告白成功、OK みたいな、そんな感じで。はい。もうこれ頭上。頭に入って。これ。やっぱ実況家乗ってるのが、すごいわ。まあそんなわけで。まあみんなもこれちゃんと、毎日確か、なんとか頭脳、恋愛頭脳戦か、あのクエストやって、運曲作りましょうね。ごきげんよう。私、ファーストキスは終わらない見ます。